ではあなたのファンディング希望額は200万円でお願いします。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。ではどうぞ。失礼します。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。ではまずお名前をどうぞ。宮崎県宮崎市から参りました高橋翔吾、33歳です。次にあなたの希望する投資形態は。投資でお願いします。ではあなたのファンディング希望額は。200万円でお願いします。あなたが思い描く未来の姿は。当店オリジナルとろけるマンゴーホルモンを全国のお客様に届け、地元宮崎の新しい名産品にします。ではオールアナシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザワンド。じゃあそれでは高橋さんの簡単なプロフィールと事業計画を教えてください。はい、ありがとうございます。18歳の時に高校を卒業し、小さい頃から夢であった飲食店開業に向けて多数飲食企業飲食店で勤め、25歳の時に今ある鉄板焼き居酒屋親方を開業しました。今は9年目になります。今回のビジネスプランですが、当店のオリジナルとろけるマンゴーホルモンを全国のお客様に知っていただくために SNS 広告を通じて効果的にアプローチし、宮崎の名産品にしたいと思います。よろしくお願いします。マンゴーホルモンって具体的にどういうものか教えてもらってもいいですか。ありがとうございます。ホルモンがマンゴーの味がするというわけではなくて、タレの中にマンゴーのペーストを入れて、マンゴーの味をさせるっていうわけではなくて、数値的なものが出てるわけではないんですけど、マンゴーの酵素でお肉を柔らかくして、お客様に普段食べてるホルモンとは違うとろける食感のホルモンをご提供するっていう考えで至ります。はい、いわゆるなんかあのマンゴータンって、あのマンゴーのようなカットをしたようなタンのイメージがあるんですけど、はい、ホルモンもそういうカットはするイメージですかね。それもちょっと考えたんですけども、皮目にあの切れ目を入れるとかってことですよね。はい、っていうのも考えたんですけど、とろける食感のホルモンっていうところを歌ってて、カットで入れてるとちょっとこう細工が入ってるようにお客様はするのかなと思って、はい、そのままでもうあの加工カット加工せずに入れてます。なんかいわゆる藤野コーポレーション代表大迫源一、生まれ育った町池袋で飲食事業を展開。ここでタンポポを意味する社名に込めるのは、丈夫な根を持ちアスファルトに花を咲かせるほどの生命力。飲食業界の風雲児が未来ある綿毛を世に送る新たな風を吹き込む。お客様のイメージでいくと、なんかそういうイメージが一般的なのかなと思ってまして、そこら辺はこうマンゴーホルモンっていう名前で売り出すタイミングの時に、あのマンゴーのタレで漬けたというのはしっかりこう明記してお客様に説明するようなイメージでしょうか。そうですね、はい、ちょっと認識の誤差が多分生まれてきそうですよね。名前ではちょっとそう、さっき見た通りマンゴーの味がするのかなとか、そういう形なのかなとかっていうふうに思われるとは思うんですけど、はい、まあ、詳細のところにやっぱりビシッとこうあのタレの作り方だったりとか、まあ、全部は書いてないんですけど、こういうイメージでかあの作ってますっていうことは伝えているので、まあ、それを読んでいただけたら分かるのかなとは思います。はい、実際に食べ比べたりとかはできるんですか。そのマンゴーにつけてるものとつけてないものっていうのは、はい、それは何か実験されたりとかは。もともとはあのもう9年目になりますので、まあ、改良に重ねてなんですけど、もともとはマンゴーは入ってなかったんです。でマンゴーを入れたことによって、なんか食感が柔らかいよねっていう、もともとその酵素で柔らかくするために入れたんではなくて、やっぱ宮崎から県外の人にお伝えするにはやっぱそういう名産品を入れたらどうかっていうところで入ったところ、まあ、食感がちょっと違うよねとっていうのが、まあ、お客さんなり自分なりが感じたところで、でいろいろそれは明確に比べたことありますか。まあその切り替えるタイミングがあったので、もちろん食べてみて柔らかいっていうところと、今までのお客様の反応と、まあ、それ以降の反応とっていうところは比べてお客様にも伝えたところはあります。うん、お客さんの反応がすごい柔らかくなったねっていう、そんな感じですか。そうですね、
わかりました。とりあえず食べますか。そうですね。ですよね。はい。ありがとうございます。じゃあ、はい、用意していきます。宮崎の名産品マンゴーをソースに使ったとろけるマンゴーホルモン。お肉の柔らかさを引き出したという志願者だが、その実態とは。いざ実食。これが今お店の看板メニューというイメージですか。そうですね。オープンの時、まあ、味付けは変わってるんですけど、オープンの時からホルモンがお客様に伝える分に看板メニュー。なるほど。マンゴーホルモンとして看板メニューになっているとかイメージですか。そうですね、今は、はい、名前がマンゴーホルモンで。そうですね、本来お店の方ではこのお肉自体のカットを倍以上大きくして提供しているんですけど、ご家庭で食べるのにちょっと大きいかなと思って半分以下ぐらいにカットして。それはもったいないんじゃないですかね。大きいままの方が良くないですか。そうですね、 女性の方が結構逆にカットしてくれっていうご要望もあったりして。それごめんなさい。株式会社ティズインベストメント会長竹之内幸宏、リラクゼーションサロンリラクルを創業。わずか7年で直営600店舗まで拡大し、飲食店、EC サイト、セラピストマッチングアプリ、ホググなど数多の事業をたった2年で立ち上げる。リラクゼーションの虎は癒しの力でタイガーファンディングの流れをどう変えるのか。ごめんなさい、カットしてくれっていうのはお店の中で言われるってことですね。お店の中で、はい。ってことはお店の中でもカットして全部提供した方が良くなってしまいませんか。そうなると。そう、意地悪なこと言いますけど。大丈夫です。要するにお店の中でカットしてくれってよく言われるんだったら、お店の中でもカットした方が良いっていう話になっちゃうかなと思うんですけど、それでも大きいままで出してる理由って何ですか。そうですね、まあよく言われるというよりも、女性にはカットしましょうかとご提案させていただいていると。で、食べる前なので、まあ、女性やったら、あ、じゃあお願いしますって言われているという感じで、まあ、ご家庭で食べる分には、まあ、非になんかこう日常の大きなホルモンが5、6個入っているよりもそれが10個入っていた方がいいのかなと。ちっちゃくして、お店では大きくされているんですよね。そうです、はい。でもそれが人気だったりしないんですか。そうですね、大きいからいいとは正直言われてないかもしれないですけど。はい、ね、わかりました。すいません。いえいえ。これ先ほどマンゴー入れたら柔らかくなるっておっしゃってましたけど、はい、味の変化はどこまで出ないんですか。味の変化は、そうですね、食べていただいたら分かると思うんですけど、マンゴーの味がするかと言われたら多分全然感じないねって言われるとは思う。あくまで食感だけ変わったという、はい、これでもホルモンで、はい、キロ300、200円、3200円、キロ、あ、キロ、あ、そうですね、 100g320円ってなんかちょっと高いかなと思うんですけど、この値段設定の理由って何ですか。牛ホルモンだとそこまで高くないかなとは思うんですけど、豚ホルモンだとちょっと高いかなというイメージかもしれない。逆にちょっとこう売れてきたら、まあ、ブランド価値というか上がってきたら値上げをしようかなとは思ってます。これ原価率って何パーぐらいですか。サイトの手数料とか抜きにして55%。 はい、実際もう通販されてるんですよね。はい、どんな感じですか売れ行きは。YouTuber さんだったりとかっていう方に、まあ、直接 DM させていただいて、まあ、SNS だったりとか YouTube の概要欄に載ってる DM させていただいて、食材提供させてくださいとかっていう形で言わせていただいて、その数人がさせていただいているという状況で、まあ、本当食材提供なので案件みたいな感じでお金を払ってるわけではないんですけど、2日ぐらい前にさんが動画にしていただいて、2日3日間ぐらいで売り上げが80万ぐらい、200件近いぐらいの問い合わせっていう形で、まあ、単価でいうとちょっとこれだけじゃなくて、これ の宮崎牛サーロインとのセットだったりとか、だから8000円とか1万円とかっていう商品が売れてるので、ちょっと客単価は上がってしまってるんですけど、はい。さんが案件じゃなく食材提供だけで受けてくれた。逆に食材提供をした時にすごいご本人が気に入っていただいて、商品を、はい、追加注文というか、本当にサイトの方から頼んでいただいて、はいはい、すごいね、よかったね。いや本当奇跡的な、奇跡的というかありがたい。本当にこれ値段をもっと上げた方がいいと思ってるんですよ。
安い気がするんですよ、僕逆に。あの5パックで320円って3200円って安くないの？そうですね、私は逆に、はい、あの お求めやすいというか、他社さんの商品と比較したときに、まあ、遜色ないぐらいの金額でお出ししてるような感じのイメージではあります。だからこれからちょっとこう販路が広がってきたり売れたりすると、ちょっと値上げしたいというか、逆にその費用をもっと知っていただくための費用だったりとかという形に回していきたいなと。すいません。じゃ あの順番に食べていただいて、すいません、鴨さんどうですか、普段食べてるホルモンとのなんか違いとかありますか？ちょっと甘い味付けな感じがしますね。やっぱ甘いんですか？まあ言われてみればですけど。ああ、はい、大した食レポできなくてすいませんが。あの美味しいか美味しくないかで。美味しいです。率直に、うん、いや美味しいですね。美味しいです。はい、柔らかさが比べれないかちょっと分かんないですけど、うん、柔らかいのはもともとかな、うん。いただきます。うん、美味しいと思います。すごいご飯が食べたくなりますね。いただきます。プリプリしてて美味しいですね。はい。僕結構いつも美味しいの食べてますからね。いただきます。おかわりください。今日タメがちょっとありましたね。ありがとうございます。うん、美味しい。これ美味しい。はい。このタレはどうすればいいんでしたっけ？は、いやイメージで一応あの各テーブルに置く。あ、そういうことか。じゃあ2個目は普通にこのまま食べちゃって大丈夫？もう多分それつけちゃうと辛くなっちゃうので。美味しかったんで。あ、はい。ありがとうございます。はい、美味しかったんで林さんから100万円出ました。ありがとうございます。はい、今回の希望金額はあの200万円ですので、まあ、あの半分出た形になります。これは確かに案件とかじゃなく普通に紹介される可能性のある美味しさだと思いましたね。ありがとうございます。しかも、今日現在1時半で、11時ぐらいに収録前にですねお弁当が配られて、お弁当を食べた直後でも美味しいっていうのはあのお腹空いてるわけじゃないと思うんでいいと思います、はい、でもね、だって竹内社長とかも結構厳しいじゃないですか、いつも。今日珍しく美味しいって言いましたね。味が濃いのが好きなんでだから食レポではなんか僕普通っすねとか、そういうとか言う時は多いっすよね。多いっすよね、はい、だから今回全員美味しいって言ったんじゃない。開始早々林が100万円を動かす。トラ全員を美味しいとうならせたとろけるマンゴーホルモン。この商品を武器に完全オールまで突き進めるか。次回中盤戦、ビジネスプランの全貌に迫る。たったの80万っていうのが若干気になってて、